はい、それでは戦国無双法の続きやっていこうと思います。そして今回は織田の将の第3ステージ六条合戦に挑んでいきたいと思います。信長の不在を狙った不可解な襲撃、今戦場が地獄に変わる。おお、ってことは信長様はいらっしゃらないと。なるほど、どんなお話なんでしょうね。お、いきなり会話シーン。これから出かけてくるよみたいな。これより信長は天下に武を敷く。おお、いきなり何ですか。信長とその主要な家臣らは今日本能寺に集い、上洛を喜び天下布武を祝う宴に興じていたと。その中には信長、長政とお市、勝家、秀吉、光秀、そして先に降伏し傘下に入った松永久秀がいたと。え、いつの間に。ちゃっかりしてるな。兄上の天下布武とここにいる皆の絆の長久を願い、桜の若木を植えましょう。長政の発案で庭に一本の桜の若木が植えられた。信長ら一同はその若木を囲んだ。信長様、柴田殿、長政殿、光秀殿、久秀殿、また10年、20年の後も皆でこの桜を囲みたいもんじゃ。わあ、フラグっぽい。信長様こそ戦なき世を築かれるお方、その折は皆で太平の宴を楽しんでいることでしょう。そのためならば粉骨砕身、この光秀、どこまでも信長様についていく所存。光秀殿、それは違う。兄上が望むのは己と対等、もしくは凌駕する人間ならば、兄上と共にあろうと望む者は兄上を超えねばならない。長政殿。長政殿、結構かっこいいこと言うな。皆信長様、信長様と忠義面だが、ちゃんと違うところを見てやる。面白くなりそうだ。おお、心の声漏れてないよね。信長様、ご機嫌うるわしゅうございますな。今日も信長様はご機嫌ですね。美しく燃え盛るごとき桜が見える。世は楽しい。おお、まあ信長様が楽しければそれはそれでいいんじゃないかな。足利義昭を擁した信長が上洛したことで畿内の諸勢力は瓦解。松永久秀は信長に下り、小将将ら三好家の残党は京より追放をされた。あらら、まだプレイヤーキャラとしても出てない。信長はひどい目になってる。となった義昭の仮御所京の本国寺に明智光秀ら少数の兵を残し、美濃岐阜城へ帰還した。そして京に乱が起こる。まるで信長が去るのを待っていたかのように。うん、なるほど。お、今回は光秀と織田の将六条合戦。うん、松永さんたちが主役になるってことかな。よし、お、長政も出てきた。じゃあ、お、柳生宗則さん、ちゃっかり入ってるけど、どういうご縁で入ったんでしょうか。なるほど。あと半兵衛もいる。秀吉たちはいないんだね。わかりました。じゃあせっかくだから松永さん使っていくかな。松永久秀と、やはり光秀かな。よし、じゃあこの2人を使っていきたいと思います。まずは錬金。じゃあ信長様の武器をお借りいたしましょう。お、いいね。え、武将に弾かれなくなる。人選、神速攻撃の威力が上昇し武将に弾かれなくなる。これすごいいい感じだと思わない。じゃあとりあえずこれを光秀用の武器に切り替え。よし、次はそうだ、濃姫様の借りよう。剣手、剣手と猛攻いいかも。こっちは、オッケー。俊敏、
風撃。うん、なるほどね。じゃあこれかな。これを松永さんの武器に切り替え。よし、ちょっと鍛えてみようかな。これの薬活、体力回復時の回復量が増加と。お、金500の弾を1個使う。はい、シャキン、オッケー。そしてこっちも、こっちは猛攻かな、攻撃力を上昇させる。はい、お、攻撃力が上がったようには見えないけど大丈夫かな。よし、軍馬は、あ、増えてないんだ。買えば買うほど増えていくかな。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。あ、そんなことはなかった。はい、じゃあよろずや出ます。よし、じゃあ松永久秀と。悪党はお好きかね。うん、ちょっとだけ好き。戦なき地平見るために。松永さんはだいぶなんかちょっと危なそうだけど、早速この二人では信長は本軍を引き連れ本拠美濃岐阜城へ帰還。今日には光秀らだけが、おっと、しまった。故障症を率いる旧勢力残党が今日に攻め寄せてまいりました。おお、なんだ、返り討ちしてやるわ。信長様ご不在のこの時にですか。とにかく岐阜城の信長様に使者を出すのです。今援軍を買うても来るまでに何日かかるか。多勢に無勢、こりゃ間に合わんな。うん。フェイスウィンドウの方の久秀さん、すっげえバカにした顔してるけど、うん、なんか癖になりそう。心配は無用だ、光秀殿。長政殿、イケメン。浅井長政、これに推参。命の真意に従い、織田の方々に援軍いたす。相変わらずまっすぐで爽やかだな。きっと勝てます。この困難と戦いましょう。あれ、お市さんもなんか随分長政に毒されたってのおかしいな。影響されてるな。なんだ、舞台裏、怪しげな感じ。この騒動、糸を引いてんのはオタクだね、松永殿。なんでまた。なんだって。終わりの味の濃い飯にうんざりしたのよ。お前の仕業だったのか。故障書を焚きつけたと。強風の薄味にうんざりして織田についたばかりなのに。ふん、信長め、悪党と恐れられた我が輩に背を預けてのうのうと岐阜に帰るとは、何かしでかさねば悪党のメンツに関わる。メンツの問題ですか。それを今度は浅井の若造めが。近江の船寿司はもっとお嫌いのようだね。で、どうするね。宗則さんはなんか食にうるさいの。何でもすだちをかける故障症も好きなわけではない。こたびは織田に尽くさ、大腹ながらな。何このグルメ会話。了解だ松永殿。野牛はお宅に世話になってる、従おう。いいのかい。今飛ぶ鳥を落とす勢いの織田勢にそんなこと言っちゃって。というわけで、そんなこと言いながら戦うのは松永さんなんだ。おかしいな、松永が手引きしたのに松永が戦うんだ。故障症もびっくりするなこれ。というわけでチェック。お、故障症さんは取得条件先行属性で撃破。はい、三好三人衆的な人たちこそってくるらしいけど、お、六角の人もいる。あれ、どこかで見たような。なるほど、結局追い出された人たちが恨み腹さで置くべきかと襲ってきたわけだ。わかりました。見た目は右と左でがっつり分かれてますね。さあどうやっていくか。まずはプレイヤー情報。特殊技タイプで敵の動きを鈍らせる結界を張ることができる。おう、どんな感じかな。まあやってみないとわかんないな。そして光秀は神速攻撃タイプ。あ、通常攻撃タイプじゃなくなったんだ。攻撃に備えた構えを取る。構え中に攻撃を受けると反撃すると、いわゆるカウンター系ですね。でも今回ジャストガードとかあるから、この特殊技、まあ強さにもよるけどどうなんでしょうね。空気にならなきゃいいけど。よし、じゃあやっていこう。まずは二次宅、装備は新しいのに切り替え。 OK。
群馬もせっかくだから、うん、足毛、これなんていうの、鹿毛、茶色い、はい。そして道具、あ、先行属性だな。まずは先行属性の武器を持っていこう。よし、あとは無双ゲージ、やっぱヒゲゲージがあればなんとかなるから。これは新しい敵が出てくる可能性、野牛と戦う可能性もある。うん、難しいとこだな。やはり巻物かな。光秀の方はお金にしようかな。よし、じゃあこれでいきましょう。とりあえずスタート。松永さんと光秀はちょっと離れてるね。最初にまず方針設定をチェックしたい。おお、京都行っても結構寒そうだよね。山奥なのかな。まずは近くにいる敵をやっつけたい。旗持兵を最初にやっつけに行くべきかな。こっちの方にはないから。よし、お任せを。 OK。義明成敗のご褒美は都よ、みやこ、みんな頑張ってね。ウェー、この報告時完全に包囲されています。ですが義明様は必ずお守りします。足利義明の敗走に注意する。光秀殿、徐々に包囲網を切り崩そう。先端を開いている味方を援護し前進だ。あっと、肝心なところが見えない。篠原さんを撃破し宇野さんの配送を阻止せよ。おお、ちょっとよく見えなかったな。うん、徐々に包囲網を切り崩す。 OK。 じゃあ一旦これで、ほい、ご愁傷様。悪いな。よし、崩落兵が出現。お、次はこっち。物騒な奴らが近くにおるぞ。どこだけザル守備なんじゃ。ザル守備、自分たち行っちゃう。崩落兵の なんて読むんだっけな、なんとかを阻止せよ。ちゃんと聞いとけばよかった。ザルに決まってるじゃない。だってね、手引きしてるからね。副兵が、敵は実に用意周到です。しかし義明様の滞在している場所をなぜ三好たちは知っていたのでしょう。おっと、実に奇妙。手引きをした者でもおるのかな。おるのかな。そ知らぬ顔で戦っちゃう。急げ。何、まだいたのか。しまったな。おっと、よかろう。いや、そうじゃない。お任せを。まずはこっちをやっつける。おお、お衆将様。爪将兵もやっつけたい。おお、さすがの爆弾、爆弾、なんていうの、爆弾。やられた諸君。おお、言いたかったかね。煽りがうざい。よし、お、なんかちょっと残像して見える。おい、見て、あ、起き上がり、あ、やめろ、ここは。よし、いやー、みっちゃんやっぱかっこいいな。ほいほい、実に結構。美女のためならどこまでもってね。おお、最下孫一、華麗に参上。孫一敵か。じゃあそうだね、お任せを。お任せします。久秀さんは、あ、近くにいる。どうしよう。二手に分かれるつもりか。さて、義明の頭
ズドーンと行くぜ。おお、やる気バリバリだな。危機を出したばかりだというのに最下衆の大軍勢に襲われると。アタックさんとトカさんを撃破せよ。はい、本当にあの孫一はいいでしょうか。光秀殿、大丈夫さ。まだ兵たちの気力は尽きていない。ほい、撃勝撃ち取ったり。よし、じゃあこちらの方は松永さんでお相手いたす。さあ上がってこい。ほいほいほい、無双儀。おお、当たって、当たった。撃ち取ったり。当たらないかと思ったけど意外と投げる、てか投げてるだけだ。濃姫様とはなんか仲良さそう。あ、向こうに行っちゃったのか、しょうがないな。お、いや孫一が、しょうがないな。じゃあそっちお願いします。風投げてほしいのかい。そうじゃなかったら。お、硬い。シャキーン。おお、お、なんかピオラセタっぽい。うん、サイカ孫一の接近を阻止せよって、もうダメっぽくね。急げ、頑張って押していこう。おーっとっとっと、ひたすら切っていくだけ。いてて、よし。おお、ヘル、危ない、ギリギリだった。美女の前でヘマやらかしまった。かっこ悪すぎだろ、俺。かっこ悪い。よし、さすが光秀殿、その最地、知力、誰も及ばないな。ほい。あ、孫一、倒す時の条件見てなかったな。見えない、見えない、見えない。将軍の警護には少数の兵しか残さない。まさに襲ってくださいと言わんばかりだ。そんなところの守備を任されるとは信頼されておる。私はただ信長様の御前に応えるだけです。メインキャラクターとパートナーの会話も結構あるんで。その調子だ。よし、おお、長政様すげえ頑張ってんな。よし、次は向こうに行こうとしてる。うーん、じゃあお任せしようかな。この辺気になるけどね。オッケー、切り進む。戦なき太平の世を見るまで。お、強化されてる。簡単に禁じます。おお、待たせたな。褒めてくれる。雇われ助っ人、伊賀人石川五右衛門。五右衛門、じゃあ五右衛門本に、お、勝手にロックしてる。オッケー。忍法を使って織田軍を追い詰めるぜ。え、あんた忍者だったの。忍法岩落とし。おお、氷塊により道を封鎖。さて、美女さんのためもう一働きしに行くぜ。そんなに美女いっぱいいるのか。工作地点移動開始。怪しいな。そして敵の増援も、ま、全然反応しないってのはどういうことなんでしょう。気になるな。よかろう。た増援か。もう絶対絶命じゃ。魔王降臨。は、時間投げ、あ、ショッキョル。海を知ろう、撃て。おお信長様が来てくれると思わなかった。いい上司だな、おい。三好さんたちを激化せよ。はい。この程度で信長に反感など少し。ぬるき地獄を作った者を全て絶やせ。おお、信長様がお怒りになられている。お任せよ。よし、ここは無双極意。行くぞ。ありえん、悪は勝つ。敗北条件
あ、そっかちょっと前のやつか。打ち取ったり、ついでなので無双奥義回転。敵将打ち取ったり、蜘蛛の巣爆弾的な。よし、よいず。ここは新速攻撃。苦しい流浪の日々、必ずも今その仇が目の前に。おお、今こそ恨みを晴らす。狙いは織田信長の首ただ一つ。斎藤さんがやる気になってる。じゃあどっちから来るのかな。どこだ、こっちか。うーん、じゃあ光秀に任せようかな。こっちの方に移動しよう。タイバイ、ほい。斎藤と永井さんを撃破せよ。はい、兄を今失うわけにはいかない。ほい、まずは敵のチェック。石川五右衛門は攻撃速度上昇時間、ああ持ってきてないな、しょうがない。見つけちまった、見つけちまったぜ。石川五右衛門の工作地点到達を阻止せよ。全然動いてなかったけど一応移動してたのか。出してからまだ2日、その間に美濃が今日を阻止するなんて。日は今の今その力がある。きっと戦なき地平も誰もなせぬことです。それが英雄だ。乱を収めるのはやはり兄上しかいた。全てです。信長様を褒めている間にこういうものをやっつけちゃう。兄上を超えて進んだ先に長政さんは結構心配性なんだろう。うまくいかねえな、この地上。光秀殿、戦場を広く見てた。それがし、安心しきりだ。かかってきなさい、かかってきなさい、かかってきなさい。ちょっと巻き込んでっちゃったら気絶が治っちゃうぞ。おっと、いてててて。その真面目な働き報われればよいが。そう、打ち取ったり。姉がスタシア。全然違うとこ狙ってる。クソ、視点変わったからな。あ、でもまたゲージが溜まってるぞ。というわけでやり直し。姉が差し。おお、当たった、よかった。ほい、ブスー。よし、またしても。だがいつか必ず雪辱を果たすぞ。斎藤さんしぶといな。あらら、滋賀にもかけない。その真面目な働き報われればよいが。お、なんだかんだ言って盛り上がってる。勝てません、ご少将様すみません、聞きます。あ、逃げる気か。開門、撤退だ。よくぞ、逃がしはせぬぞ。覆すとは、信長はやはり恐ろしい男だ。撤退準備、なるほど。三好さんたちと、岩成さんの退却地点到達を阻止せよと。なるほど、左上の方か。うん、これならなんとかなりそう。よかろう、よかろう。私を置いて逃げるなんて情けない男たち。全くでございます。暗闇に潜むネズミの鳥居内に不審な動きがある模様。お、どこどこ。あ、3つもあるの。わかった、じゃあ松永さんにお任せしようかな。鳥居ってこの辺。ここに行かせた方がいいかな。どうかろう、もう一回チェック。うん、そうだね。じゃあ真ん中の方に向かわせ、位置的には上の方が早いか。じゃあ上の方に行かせよう。ここ
大義はおかしいかな。任意にしよう。よかろう。入るか。身の程知らずめ。身の程がわからないが、どちらか。この辺で戦った方が無難かな。さあ来い。シャキン。あ、来ない。巻き込む。おお、次できる。いいね。盾が強い。鉄砲隊長。使ったか。こうなったら信長の首を取るまで。どこだ。あ、いたいたいた。鉄砲隊長が出現。おお、鉄砲隊長の接近を阻止せよと。あ、ってことは随分下の方にいるな。ちょっときついかな。信長って目立とうね。あんなダサい格好してる。小少将さんの美的感覚とは違う。運命だ。よし、さあ来い。素早くこっちの鉄砲隊長に向かう。おお、いっぱいいるぞ。しかし迅速攻撃が止められない。おお、便利便利。さなき体型のよう見るまで我が軍に挑め。ほい。我が剣は心を切るためにあるのです。心が切れる前に肉体が分断されちゃうんですけど。強い。その真面目な働き報われればよいが。よし、さらに追撃。来たまえ。かかってきなさい。よし、いけ。いい感じ。急いで鉄砲隊長とこ行かないと。敵ながら拍手。うん、じゃあ光秀はこの辺怪しいな。ここに行ってください。待機ってやった方がいいかな。ちょっと任意にしてみよう。男どもは勝手に不幸に落ちちゃったか。結局頼れるのは自分だけね。悪女っぽい。お、直接来るのか。いでいでいで。運命だ。やられた諸君、言いたかったかね。よし、自分で撒いた種を自分で刈り取るという結構けなげな松永さんになっちゃってるけど。よし。おっと、やっぱり動いちゃうんだな。任意だと鉄砲隊長に向かっている。いたいた。よし、小少将を足止めしてもらおう。モーションがあるな。いででで、やるな。よう、見事な手前、簡単を禁じえません。 OK、 あとは小少将をやっつけるだけ。この武器独特な形してるな。攻撃できてるのかな。まったくおせっかいだな、お主は。たとえ敗色濃厚であろうと、盟友の危機を見捨てては真偽にもとる。ああ、鬱陶しいほどまっすぐだ。だがそこがいい。松永さんも結構なんだかんだ言いながらいい人かな。やっぱり悪党かな。よし。おっと、なんだ、変な
布で攻撃している。いつまで届くんですね、アクターさん。どうぞ我が輩に抱きつけられたと騒ぐがいい。だが賢いお主はわめいたりはしない。それは時期を伺っておるから。さあ何のことかしら。わかんない。なんだか悪い人多くね。おっ、すっかりアイテムを使うの忘れてたから今使ってるけど、お、効果あり。ほい、よし。お、なんだって小石、切り抜けねば。助かります。助け立ち願いますか。助け立ちいたしましょう。あ、これやっつけちゃうかも。今さら先行属性を使って攻撃。よし、あなたに不幸呼んであげるわ。アイテム使いまくって。時は今だ、今だ。おう、我が剣が心を切るためにあるのです。小少将さんの心は切れなそうだけど。兄の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守り切ることができた。ペタ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 。全ては信長様のおかげです。うん、信長のおかげ。つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。思惑通りにいかなかったね。まあその思惑通りにいかなかったのは自分のせいでもあったけどね。これは、うん、あ、2人一緒じゃないとダメなのかな、これ光秀と長政。おー、しかし信長様のなんかこう増援というか応援のスピード半端なかったな。なかなか部下重い。おお、すごいパワーアップした。なんだって、特殊技、爆弾で自爆して敵を巻き込む。へえ、そんなことできるのか。ダメージを受けるのかな。そして、おお、神速攻撃もレベルアップ。そういえばカウンターは随分持続時間長かったから、しかも相手も気絶させられるし強そうですよね。しかも光秀の盾は追撃もできるというかなり高性能。うん、いいですね。よし、 OK。 おっ、アイテムはそんなに手に入んなかったかな。そして家宝はまた手に入んなかったか。まあ仕方がないですね。乱の予感。おお、美濃から今日までの道のりをあの短期間で果断にして即決。なんというお方だ。さすが信長様。兄上こそ英傑と言えるだろう。この乱世に太平をもたらせるのはあの方しかいない。なればこそ兄上と肩を並べる存在でありたい。いや、兄上を超えたい。そう思った。長政殿。大丈夫だ、心配ない、光秀殿。それがしの真偽の槍が折れることはないさ。それに、そなたとそれがしの友情の柱もだ。なんだかちょっと長政様が怪しい感じなんだけど。それは我が輩も認めざるを得。だが、いやらしい目で彼らを見るね、松永殿。蛇が鳥の巣にある卵を狙う目だ。信長は我が輩の運命を狂わせ楽しみだとほざきおった。ならば悪党らしく期待に応え楽しませてやらねばならんだろう。ん、うん、松永さんも結構なんていうか期待に応えようとするところはいいところあるね。よし、いやでも飛んだ逆恨みっていうことでもあるけどね。いやー、このお二人どうなるんだろう、気になりますね。というわけで今回はこれまでにしておこうかな。
今は第3ステージまで終わったから、だいたいまた一回り終わったので、またレベルが低いキャラクターを模擬演武なんかで成長させておこうと思います。よし、次回は金ヶ崎撤退戦。あ、これは確か浅井長政が織田軍をこう挟み撃ちにするっていうお話だったけど、どうなるんでしょう。あんな真偽真偽って言ってたのに裏切っちゃうのか、裏切っちゃうのか。というわけで、また次回よろしくお願いします。